はいどうも、サオでございます。本日はですね、まあ、素材ダンジョンとかのね、回り方とフレンドの活用法でございます。で、フレンドの活用法。で、まずですね、自分はね、こういうフレンドを作っ、こういう設定をしておけばいいっていうのを一つ言っておきます。で、まずメインで使っていくデッキですね。で、僕はこのシンデレラをメインに使っていますので、メインに使うデッキ一つ目。で、この二つ目が、この、下から二番目のやつですね。こちら、クレリックの赤ずきんですが、これは昨日のね、動画の熟練度上げ用のデッキになってます。で、一番下がクラッシャーの赤ずきんで、これは素材ダンジョンとかを素早く回るための範囲攻撃で詰めたデッキになってます。こういう三つをね、用意しましょう。で、この三つを用意した人とね、フレンドになっておくと、熟練度上げの時はこの人のクレリックつく。連れて行けば、ずっと、バフだけやってくれて自分稼げるっていうデッキ。かつ、もう一つは、クラッシャーで、範囲でバンバン、周回速度上げてくれる人、範囲攻撃でバンバンできるので。っていう人と、まあ、降臨とかになったら、このメインの、ブレイカーとかの単体色を出してくれてる人、みたいな感じでフレンドになっていくといいですね。まあ、これはあんまりノラだとできないので、友達とかと協力してやればいいと思います。でですね、今回は、イベント。まあ今ちょっと素材ダンジョンしかないので素材いきます。で、あ、間違えました。ごめんなさい。で、この前のね、動画でもやった通り、共闘設定で連れていくフレンドを選ぶことができます。で、こちらですね、ちょっとね、本気でやってる方々ではないんですが、まあ、一人ちゃんとやってる人いるんですけど、あ、一人じゃね、二人だ。で、クラッシャーの人をね、連れていく。クラッシャー、パラディンも同じですね。魔法攻撃版のクラッシャーなんで。パラディン。で、バフ一人とか。まあ、本当はクラッシャー全員で固めたいんですけど、まあ、こんな感じでやっていけばいいです。本当はですね、フレンドを全員クラッシャーにして、周回速度を上げる。でもね、多分バフ役一人いても、早めに回れると思いますね。って感じで、フレンドをね、こういう風にね、連れてく人をね、選択できるので、まあ、例ですけど、こういう風にクラッシャーとパラディン。それではね、周回していきましょう。それでですね、さっきクラッシャーのフレンドって言ったんですけど、別に強めのフレンドをね、共有設定で連れていけばいいのと、別にこれね、相互フォローじゃなくても、一方的にね、自分側がフォローしていけば、フレンドね、選択できるので、今度ね、この前使った、このサオウのね、フレンドパスとかね、晒すんで、よかったらね、この前の熟練度集会に使用してください。アカウントね、自分で作る必要ないので、僕の使ってください。今度の動画で紹介します。まあ何でもいいんですけど、あれですね、ハンマーと槍を使ってささっと周回します。で、周回の際に、召喚ですね。召喚使っておけば、まあ序盤はね、それこそ攻撃バフかかるので、早めに周回できる、かつ、SP 消費ができて、熟練度が上がります。これはね、やっていきましょう。やばいやばいやばい。ハンマーなくなってきた。ふうに、あんまりね、別に時間もそんな変わらないんで。武器がね、出せません。治れ。治った。ささっとね、でかいやつ。ちょ、ハンマー消えたけど。まあ、周回はね、まあ、強めの人をね、連れて行ってささっと周回がね、まあ、楽です。まあ、当たり前のことしか言ってないですけどね、今回は。まあ、最後にね、ちょっと、小話したいので、ささっとね。まあ、これ実際は、あれです、強化ですね。吸収イベントの方を想定します。今回は素材、進化素材やってますけど。で、まあ、翼さんの動画でも言ってたんですけど、まあ、防具の方のね、吸収イベントもね、しっかりやった方が、総合値がね、上がりやすいです。防具をね、軽視すると、僕みたいにあんま上がんない。3万手前なんでね、まだ。あ、なんか落ちてる。
目ん玉落ちましたね。てな感じでございます。でですね、ちょ、小話は、メダル。チャームメダルがさ、371個もあるんですよ。で、これチャームメダルは何かっていうと、コロシアムのやつと、コロシアムの報酬と、あとね、武器売ると、ゲットできます。